すがメイね。だけどこっちよりは何秒か遅れてるわ。驚く必要なんてないわ。ここは少し変わってるの。でも所詮は楽園の一部でしかないのよ。原理は他のエリアと同じで、そんなに違いはないわ。あ、そうそう、途中でこの子たちに邪魔されたからまだ正式に召喚していなかったわね。指針の書に保管された楽園の秘密へようこそ。ここは私の記憶によって作られた、エリシアが愛した全てを完全に再現した新章風。ご覧の通り、ここは美しいものが集う永遠と平和で満ち溢れた宣教のようなところ。あらゆる理想の果て、常しえの楽園。どう？この名前興味が湧いてきた？ワクワクしてきた？後継者の中でここを訪れたのはメイが初めて。あなた、メイ、もう少し嬉しそうにしてもいいのよ。なんでそう思っちゃうの？誰があなたをそうさせているのかしら。あなたは全員に、全員じゃなくても大半には証明できた。今更隠したなんてさすがに私でもずるいと思っちゃうわ。それに私はすでにもう一つの正体すら堂々と教えちゃっているじゃない。でもおかしいわね。もしかしてメイ、そんなに驚いてはいなかったりする？何も知らないなんて、メイったら意地悪ね。あんなに秘密を分かち合ったのに。それになんで第13律者なの？他の可能性を疑ったりしないの？例えば宇宙人とか異世界の妖精とか、もしくは通りすがりの美少女とか。そんな風に見てたのね。そう来ると思ったわ。それらの質問の答えはここで見つけ出せると思うわ。とこしえの楽園はそのためにあるんだもの。ただ広場で話すなんて少し味気ないと思わない？せっかくちょうどいい雰囲気になってきたのに第三者に口出しされたりなんかしたら嫌だもの。
さすがはメイ、冴えてるわ。これぞ以心伝心ってやつ。それじゃあ行きましょう。私が全部教えてあげる。エリシアと第13律者のすべてを。と言っても、メイに全部話すとなるとドキドキしちゃうわね。少し時間がかかっちゃうかもしれないけど、いいでしょ。なら私好みのペースで伝えさせて。じれったくなったらいつでも言ってね。ここが花園の入り口よ。普段は閉めているんだけど、今日は特別に開けてあげる。でも緊張しているように見えるわ。出発する前に気持ちの整理は必要。さあ行きましょう。